こんにちは、つとめくなこです。今日はですね、簡単に描ける一筆画風の桃の花のご紹介をさせていただきたいと思います。描きながらですね、桃の花と梅と桜のお花の形の違いなんかのお話もさせていただきます。動画の最後にオレゴンプチ旅コーナーございます。フォーレストグローブという地域にある酒は日本のお酒の利き酒ができるテイスティングルームのご紹介をさせていただきたいと思います。ぜひご覧ください。ドライブがすごく綺麗でした。ぜひ見ていってください。いよいよ3月になってしまいました。今日はひな祭りにちなみまして、桃のお花の一筆画風を描いてみようと思います。このチャンネルでは絵手紙の描き方やコツ、体験談をシェアしています。内容は簡単に描ける基礎的なものでビギナーさん向けになってます。絵のモチーフは季節のものや身近なもの、または日本やアメリカの年中行事など、初めて絵手紙を描く方にもトライして楽しんでいただけるような内容をアメリカオレゴン州より配信しています。動画の最後にオレゴンのプチ紹介動画がございます。今回はポートランドでお酒を製造していたり、日本からのお酒の輸入をされていたり、テイスティングルームもある酒ワンというところへ訪ねていった時の様子です。よかったら覗いていってくださいね。今日使用する画材は吉祥岩彩絵の具、面相筆で細いものを3本ほど、そして画仙紙はがき、いつもは使用しないティッシュも使用します。画仙紙は滲み度の低いものを使っています。簡単に描ける一筆画風の桃の花、描き方のご紹介です。まずは色の準備を梅皿パレットにしていきます。今日の桃の花は本当にシンプルなデザインです。絵手紙としても使えるし、お手紙の挿絵やポチ袋の挿絵などにも重宝する可愛いデザインになってます。今色の準備をしていますが、ピンクの色は29番の紅梅、26番の新車を混ぜて濃いピンクを作りました。そしてその濃いピンクを水で薄めた色と、12番の古墳、白い色ですね、それを混ぜた色を準備しました。3種類ですね。最初に色を準備しておくと後が楽ちんです。それから葉っぱの緑色は20番の青葉を使ってます。今日描く桃の花というのは梅や桜とは違いまして、花の開花時期に若葉も出ています。なので今日は花も緑も一緒に描いていきますね。水でたっぷり薄めた色を使って背景を描いていきます。背景はティッシュを使用します。まずは試し描き、ちょっとだけティッシュに薄い色を入れてポンポンポンと背景のですね、これ霧みたいな感じでね、はい、では本番ですね。ですね、練習をした時に平らになったこのティッシュを使って、水をつけすぎずに気をつけながら軽く叩いていこうと思います。その色水をつけすぎるとべちゃっとなって霧っぽくなくなってしまいますので、水加減にはくれぐれも気をつけましょう。水をつけすぎると髪もね、ちょっとカールして曲がってしまうのでね、水加減大切です。こんな感じでいろんなの作ってみました。はい、では霧の部分がしっかり乾いているのを確認して、その上に桃の花を描いていきます。今日は一筆画風の桃ですので、お墨を使わない、お墨で普通はアウトラインを使うんですけども、その墨を使わないスタイルになります。細い面相筆を使って書道のような筆使いで1回で一筆で決めていきますね。それから桃の花びらの形の特徴ですが、梅や桜の花びらの形とは違いまして、とんがっています。ちょっと細長めで尖った形に作るようにしています。この辺から倍速再生にしておりますのでご了承ください。
紙をね回しながら書くととても書きやすいです。実際はとてもゆっくりですね、集中して書いています。花びらだけとかもね入れて、そして若葉の緑も入れていきます。ところどころにね若葉の緑を入れてちょっと元気な感じにしてみます。アウトラインができましたので細かいシワなんかも回しながら描いていきます。このね細い線も書道のようにね筆使いを意識しながら描いていきます。今使っている瞑想筆が私の持っている筆では一番細いものなのですが、これが出来上がった後に、細い筆で全部描いてみたものもございますので参考にしていただければと思います。で真ん中の部分はですねよーく顔彩を塗って濃い色で使えていきますね。でこれ黄色でやってみましたが、緑色なんかでやっても可愛いですよ。この真ん中の色で結構テイストが違うものになってきます。こちらが全部の線を細い筆で描いてみました。手紙はメッセージが入りますのでお筆でメッセージを入れてみました。2種類書いてみました。でこれ壁に飾るものと小さなものと可愛いですね。で書いたものはいつもポストイン送ります。はい、それではこちらアメリカオレゴン州の綺麗なところや楽しいところなどをご紹介させていただくプチ旅コーナーです。今日はこのポートランド近郊で日本酒のテイスティングができる場所があります。行ってみようと思います。ポートランド中心部からハイウェイ26番ですね、西に向かってドライブ中です。行き先はサケワン。前からずっと行ってみたかったんですが、やっと念願かなって先日行ってまいりました。この日はね曇り時々雨って感じで晴れ間が今出てます。ポートランドの冬は雨が多いことで知られてるんですけど、今日はねこの日は雲がとっても綺麗でした、ね、こちらの冬の雨は一日中降り続くことは珍しくて、こんな晴れ間が出たり雲になったり、そしてたまにお日様が見えてって感じなので、まあ、お日様が出ると本当にありがたいんですね。綺麗な雲、本当雲が綺麗でした。ハイウェイを降りて向かっております。ここはねフォーレストグローブという町なんですが、この地域本当に何もかも広くて、夏にはいろんなフルーツ狩りをしにお邪魔してるんですよ。本当綺麗なとこでね、6月ぐらいからイチゴとかラズベリーとかブルーベリー、いろんなベリーが栽培されていて、心が和むのどかになる地域なんですよ。向こうの方に雪山が見えてますよね。来るたびに癒されるこの地域ですが、今日は本当に初めてこのサケワンさんに来てみました。到着です。すごい壁にね日本画みたいなのもあって、こちらがテイスティングルームですね。入り口入ってみようと思います。ありますよ、いろんなお酒が。ここ新しくて綺麗な建物なんですよね。桃川酒造さんという名前でね、お酒もオーガニックのお酒なんかも作っておられて、で私はこの大吟醸のテイスティングセットを注文して、夫はこちらのクラフトお酒の方でしたね。小さい家に飾ってるひな人形たち、梅がね綺麗に咲いてきました。次回は梅を描こうかな。最後までご視聴ありがとうございました。
もし動画を気に入っていただけたら、高評価ボタンやご登録よろしくお願いします。これからの活動の励みになります。あなたの一日がいい一日になりますように。そしてまた次の動画でお会いしましょうね。ありがとうございました。